はい、どうも、タカヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今日はね、6月2日5時23分です。はい、なんかね、雨降ったのがちょっと濡れてますけど出てきました。はい、てなわけで今日はね、この忍者のこの忍者250のね、まあね、元ブログの、まあ、最終回となります。はい、どうもありがとうございました。はい、まだね、次の Z900RS の納車日が決まったわけじゃないんですけど、まあ、決まったわけじゃないっていうかね、大体まあ決まったようなもんですけどね、まあ乗れる日がもう今日しかないんで、はい、今日が最終回となります。あとは納車日に、まあ、乗り換えなんでね、まあ、乗っていくのが最後になりますけどね、うん、はい、ここも懐かしいですね。納車の動画で、走った道ですけどね、うん、まあ、ちょうどね2年ちょいですかね、うん、乗ってきましたけど、で本当言うとね、まあ、手放したくはなかったですけどね、まあそういう金銭的な余裕もないし、うん、まあ、場所もないしね、まあ、乗り換えなんでしょうがないですかね。で、まあ、発表しちゃいますけど、この忍者250の、まあ、下取り価格は、41万円でした。はい、まあ、どうですかね、僕はまあ妥当だったと思います。でこのバイクは、走行距離が5678キロ今現在ね、うん、正直なんとか王で売ったとしたら40万切ってましたからまあ妥当じゃないでしょうか。はい、で個人売買で売ればね、もう少し高く売れたかもしれないですけど、うん、よいしょ、こけないようにいかれるね、よいしょ、個人売買で売ればきっと高くは売れたとは思うんですけどね。でもね、やっぱちゃんとしたお店で売った方がいいと思いましてね、僕も素人なんで、うん、やっぱり次乗ってもらう方っていうかね、そういう方にとってもこのバイクにとっても、まあ一応ねプロに見てもらった方がいいと思うんで、個人売買はねあんま良くないです、うん、すごくバイクの知識があって、例えば整備士を持ってるとかね、そういう方が買うとかだったら、まあね、いいとは思うんですけどね、あんまり素人が買ったり売ったりするのは良くないと思うので、はい、よし。で今日ね、うん、まあ、こんな天気なんでね、まあ、いつもの道で申し訳ないですけど、はい、あ、結構寒いな、メッシュできちゃったけど、ちょっと上着着てくればよかったかな。はい、本当はねもっと遠出したかったですけどね、まあね、ああいう、まあ、コロナがあったりね、まあ、結構自身も体調不良もあったんで、なかなか行けてなかったですけどね、本当は長野とかね、いろいろ秩父の方とかね、そっちの方行く予定でしたけど、残念ながらこのバイクでは行けなかったですね、うん、はい、でもまあこのバイクの思い出って言ったら、
まずね、慣らし運転ですよね。いや、あれは大変でしたね。これ買った時はまだその川崎の慣らしっていうのがあってね、総走行距離が800キロまで4000回転で走ってくださいみたいな感じなんですよ。で、1600キロで、800キロ超えたら1600キロまで6000回転で走ってくれみたいな、でも今は多分ね、それじゃないと思うんですよ。僕それちゃんと守りましたかね。それ結構辛かったですね。で、4000回転となると、まあ6速でね、50ちょいなんですよ。で、一見まあ大丈夫そうじゃないですか。でも50ちょいだと、まあ、全然交通の流れに乗れないんですよね。まあ、いかにみんな守ってないかってのバレちゃいますけど、なんですごく大変でした。よし、いや今日も富士山見えないか。はい、今回カメラ曇ってるかもしれない。ごめんね、ちょっと湿気があって出る前曇り止め塗りましたけど。で、その川崎の慣らしっていうのがね、ちょうど僕が終わった頃になんか変わったんですよ。そうみたいな感じですけどね。はい、でちょっとね、1枚写真を撮って帰ります。この辺で。よし、この辺でちょっとね、1枚撮らしてね。ちょっと富士山が見えないのが残念だけど。はい、あ、結構あれだね。結構こんな濡れた路面だけど汚れちゃったな。帰ってから拭かないとな。僕あんま景色が良くないな。まあこんな感じで。どっか戻るか。ちょっと今日時間がないんですいません。まあ忍者ね。まあとりあえずね、こんな僕っていうかね、下手くそライダーでしたけど、まあこけずにね、事故もなくやってこれたっていうのはね、嬉しく思います。本当にありがとうって言いたいです、この忍者には。はい、もちろんその納車まで分かんないですけど。ま、気をつけたいとは思いますけどね。はい、富士山が見えませんので帰りたいと思います。ちょっと時間もないんでね。はい、よし、行きますか。よし、はい、完全なラストランっていうわけじゃないけどね。よいしょ、まあこれから買おうと思ってる方は、僕はまあ普通におすすめのバイクだと思います。まあ、かっこいいしね、かっこいいと思う。よいしょ、こっちはかっこいいし、正直他のね、このタイプ、こういうタイプの250のバイクを乗ったことないので何とも言えませんけどね。僕はこの忍者250おすすめします。で、僕らがね、僕らっていうか僕がこのバイクを買った時っていうのはまだ出たばっかだったんで、パーツもあんまり出てなかったんですよね。マフラーは割とねすぐ出たんだけど、フェンダーレスとかも全然出なくてね、結構そういうのも苦労したのを覚えてます。完全な新型だったんで、
寒いぜ。まあ、正直ね、最初はあの CBR250RR を買うつもりだったんですけどね、まあこのバイクが売ってましたんで、で川崎のこのね忍者250も第二候補だったんですよね。でいろいろどこで買おうかなって悩んでて、でまあね、ここのバイク屋さん、買ったバイク屋さんのホームページに載ってたんですよね。でそれをね夜勤中とかに見ていいなと思ってきてね、で買っちゃったわけなんですけど、全然悔いはないです。はい、このバイクを買ってよかったと思いますんで、いや本当に、ね、手放したくないですね本当に、非常にその辺が本当惜しいというか、でまたこのバイクを買いたいかって言われたら多分買わないと思います。それなぜかというと、このバイクがダメというかね、そういうことじゃなくて、もっと他のバイクに乗ってみたいっていう気持ちですかね。例えば今だったら R25 とかね、あとレブルとかね、まあいろんなバイクあるんで今は、多分まあ忍者250っていうのはね多分買わないと思いますけどね。よいしょ。はい、ちょっとね寒すぎてねスピード出せねえ。でもまあいっか、最後の最後でこけるわけにいかないんで。で実際元ブログもね、このバイクを買ったときはやるかどうかも分からなかったんですけどね、こんなにね続くとは思ってませんでした、でこのバイクも買ったときは、買っちゃったなって思ったんですけどね、こんなん乗るのかなとかね思ったんですけど、まあね、結構いろんなとこ行けたんで、今となってはいい思い出です。でも元ブログやっててよかったなって思いますね。だって記録が残ってますからね、またちょっと昔のねちょっとね動画を見たりすると懐かしいです。すごくもうもっと何年も何十年も前ようなだったような気がしちゃいますね。はい、すごくねこの2年間っていうのはねすごく充実してたと思いますね。すごく長かったもん。多分バイク乗ってなかったら、まあ、あっという間に過ぎてたんだろうな。多分ボケボケして過ごしてたと思うんで、ありがとうございましたって感じで、はい、で一番最初の動画ですね。でこっからスタートしました。はい、ちょっと一回止まります。この辺でスタートしたんだよね。で確かね納車したのがね
仏滅だったんですよ。うん。でもね、事故らずに来たからね、特にお祓いとかやんなかったけど。はい。事故らずに来ました。この後事故ったら意味ないけど。でね、次のバイクもちょっとね、ひょっとしたら仏滅になっちゃうかもしれないんで。はい。まあ、仏滅に納車ってね、タイトルつけて、スタートしましたけどね。うん。まあ、そのタイトルのおかげもあって、結構伸びたんだよね。おそらく普通の方の納車っていうかね、初めて元ブログやるにあたって、基本的にはね、動画ってね、見てもらえないんですよ。さ、ね、うん。これがもう今は1万超えてますからね、本当ありがたいです。はい。写真、そこであんまり見てくれなかったら多分続かなかったかもしれないしね。はい。もう結構濡れちゃったな。結構汚したかもしれない。後で拭かんとな。まあ、こけないように帰りたいと思います。まあ次の方がね、まあいい方に当たるといいかなって感じですかね。大切に乗ってもらえば、うん。でさっきも言いましたけど、なるべく、まあ、素人の方っていうかね、素人の方だったら個人売買で買わずにね、ちゃんとしたバイク屋さんとかで中古車を買いましょう。うん。まあ実際僕も買ったことはないんですけど、個人売買でね、まあいいことないんで、うん、よいしょ。もっとね、言いたいこといっぱいありましたけど、まあここで、まあ、最終回となります。もうちょっといきますか。よし、うん、名残惜しいけどね。次に乗るのがもうバイク屋さんまでっていうことになりますから、はい。まあいい人に買ってもらえるといいな、本当。よし。まあ思い出は尽きないんですけどね。よし。まあ、今日の動画ね、初めて見るって方だったり、まあ、チャンネル登録間もない方っていうか、ね、そういう方はちょっとね、過去の動画を見ていただけると幸いです。はい。なんかね、うまく今日も喋れてないけど、はい。でも本当ありがとう、忍者。本当にいいバイクだぜ。うん。いや、最後ね、こうやって走るとき泣くのかなと思ったけど、案外泣かなかったです。辛いけどね。だってこんな買い替えるとかないですもん、俺の人生。一昨年にこのバイクを買って、で去年ね S6 を買ってって感じですかね。で今年は、まあ、大型バイクを買いましたから。いや、そんな金持ちじゃないですよ、言っときますけど。うん。まあちょっとね、今後は多分次のバイクは長く乗ると思うので、うん、はい、名残惜しいが、はい、今日はね、ここでお別れしたいと思います。ここまでね、ご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。よしよし。忍者ありがとう。
遠回りして帰ろうかな。